えー、自民党の裏金問題に関しては、まあ、この今の国会で、その近日中に政治倫理審査会を開くっていうことに、まあ、これにその与党が合意したのはいいものの、まあ、その政治倫理審査会にその出席するのも、その安倍派幹部の、ま、萩生田氏以外の安倍派幹部、そして二階派のまあ一部の幹部だけっていうことで、萩生田氏とか、あと二階さん本人とか、あと他の裏金議員とかも全く出席しない、そのかなり一部のあの幹部だけが出席するっていうことになっていて、さらに、 えそ,のまあ、そ,そうしたことにだけあの与党が合意しているっていう形で、まあ、与党ていうか自民党ですねが合意しているっていうことになっていて、でさらに、 あの、まあ、この政治理審査会っていうのも非公開でやるべきっていうふうに、まあ、自民党がずっとも主張し続けていて、まあ、その政治理審査会っていうことを通じて、その、ま、国民に対してきちんと、あの、説明責任を果たすっていうことこそやはり重要だとは思うんですけど、まあ、そうしたことをその、するっていう意思を全く示さずに、その非公開でやろうとしているっていう、まあ、そうしたそのふざけたことをね、あの自民党はもう全くその国民に対して真実を明らかにするっていう姿勢を示していない、まあ、そうした極めて、え、無責任で不誠実な姿勢っていうのを、 自民党はこの裏金問題に関して未だに示し続けているっていうことなんですが、まあそうした中でちょっと、あの、この裏金の、まあこの政治に審査会ですね、この問題に関してあの少しまあ動きがありましたのでちょっと取り上げていこうと思うんですが、まあここ1日24時間ほどのあの動きをまあ朝日新聞が、えー、まとめているのでちょっと紹介させていただくんですが、与野党は27日断続的に協議した焦点になったのが公開か否かだった自民は当初出席を申し出ている5人のうち、 安倍派の事務総長だった西村康俊前経済産業省と二階派事務総長の武田良太元総務省が公開に応じる構えを示していると野党側に伝達。国会議員や報道陣の傍聴を認めるが、審議中にテレビカメラは入れない一部公開による先行開催案を提示した。テレビ入りの開催を主張していた野党側も自民の難化を受けて先行開催を受け入れる方向で調整に入った。 だが、原則通りに非公開を求める、安倍派の塩野谷隆元文部科学大臣、松野博一前官房長官、高木前国会対策委員長の3人は、自民の提案内容に強く反発、党内で調整を続けた結果、西村、武田両氏も態度を翻し、自民は自らの提案と取り下げに追い込まれた。 まっていうふうに、かなりその自民党の対応が迷走しているっていうことで、まあこの武田西村は、そのまあ公開に応じる、まあ公開っていうか、テレビ中継は入れない、一部公開ですね。これネットで中継されるのかはちょっとわかんないんですけど、まあ一部公開っていうんだったら、さすがにネット中継は入れた形で応じるっていうことで、まあそれで野党側が、あの、まあ、あの、それを言い、 量としたっていうふうに思いたいんですけど、まあ、これでなんかネット公開とかそうしたあのことすらさせる、されていなかったらその一部公開って言えんのか、ちょっとかなり微妙っていうか全然公開じゃないだろうっていう感じなんですけど、国民からは直接それを見ることができないわけですから。まあ、ですが、まあ、そうしたあの一部公開すらも、あの、ま、他のあの武田、えー、あと、 西村以外のこの安倍派幹部とかはもう応じないっていうことをやったっていうことで、もうどれだけ不誠実なんだよっていう感じですよね。これもう政治理審査会にすら応じないってね、もうこんなんその裏金問題っていうのはその明らかにその犯罪を犯して、あの、 それれでで起訴された議員もいるわけなんですからそうした中で、まあ、この東京地検特捜部が、まかなり自民党に忖度した対応を取ったため、まあ、起訴されなかったとはいえ、その、歴とした犯罪をこの裏金議員たちっていうのは犯しているわけなんですから、まあ、明らかにその証人喚問できちんとその、嘘を言ったら偽証罪に問われるっていう、そういう形を、ま野党側も求めていくべきだと思いますし、まあ、それにその自民党のその裏金議員とかは全員応じるべきだっていうふうに思うんですけど、まあ、そうしたこともせずに、その政治倫理審査会すらね、しかもそれを、その非公開 公であのま、ず一部公開っていう形でやることすら応じない。まあ、そして二階と、あと、えー、萩生田とかそういう議員は、その非公開でやることすら応じないっていう、もうかなりもう不誠実な、あの、もう、あの態度をこの自民党っていうのは、この問題についても示し続けているっていうことで、もうこの自民党政権なんかもう早く終わらせないと、この日本はもうずっとどん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 滅びていくとしか思えないですから、まあ、絶対にこれは許,す許してはいけないですし、あの、まあ、立憲民主党を含めて野党はもう絶対に徹底的に抗戦するしかないだろうっていうふうに思いまして、 で、それで、あの、実際、まあ、これに関しても、あの、立憲民主党の泉健太代表は、え次のように X で、えっ、ー、と、起こしているんですが、まあ、これ引用元の、あの、ま、あ枝野前代表のポストなんですけど、ま、あ枝野さんが政治倫理審査会で、この自民党に、あの、まあ、自民党のこの幹部たちに、えー、質問するっていうことを予定していたようなんですが、まあ、それが、その、結局、まあ、明日はな、なしになったっていうことを、えー、枝野さんがポストしていて、それを引用して泉、泉、えー、代表が、 自民党の5人の政治倫理審査会への出席は、今日も最後まで2点3点。挙句、当初は公開でもいいと言っていた西村武田議員すら党内で足を引っ張られ出席方針を撤回。政倫審の開催は振り出しに、自民党はいい加減にしていただきたい。国民と国会を軽んじている。 っていうふうに言っているので、まあ、ここまで言ってくれるってことは、まあ、あの、さすがにもうこれは徹底抗戦してくれるだろうっていうふうに思いたいんですけど、まあ、あ実際これ数日前に泉さんは、えー、まあ、これまた朝日新聞の引用になるんですが、まあ、次のようなことも言っていて、政林審に自民党の裏金議員全員が出てくるべきだ。非公開なら全国の方々は誰も見ることができず、本人が真実を喋っているかどうかすらわからない。政林審での納得できる答えや、より多くの議員が語ることをしなければ、予算はそう簡単に進めることはできない。 自民党は予算案の審議が終わった途端に言うことを聞かなくなる。この間に真相を究明しなければ闇の中にある。なる。予算審議もまだ不十分であり、3月2日は難しい。我々は国会日程を邪魔したいのではない。自民党に真相を語ってもらいたいと思っている。ということで、まあ明らかにですね、これはもう絶対にその予算通していけないでしょっていうふうに思いますから、もうこれでその予算通っちゃったらもう自民党も、ああもうこれでもう、あ,あのくらいの対応でもまあ野党は生ぬるいし、もうこ、こう これからも、ま、あんな、あの、ま、国民をなみ切った政治しようっていうことになるに決まってますから、もう絶対にそうしたことは許してはいけない。もう今はこれ徹底抗戦しなかったら、あの、いつ徹底抗戦するんだよって感じですからね。もう昔はその野党もか、もうちょもうちょっとその強く戦っていた時とかもありましたからね。なんか消費税増、あの、消費税を導入するときとかも、かなりその社会党議員がみんな給付したりとか、あとま、安保法制のときもかなりもう物理的に、あの、かなり抵抗するっていうことも含めて、かなりもうあの、徹底的に戦っていましたから、やはりそうしたことよりも今、その裏金のこの、 明らかな犯罪をあの自民党が組織的にやっていたっていうことでも、そうした消費税とか安保法制とか、そういうような、あの、ま、政策的に考えの違いが、政策的な考えの違いで、まあ、ま、 ああるるる一定程度そそそのののの収まま範囲のそうしししたたかなりり安保法法制に関してはは支配を破壊す暴挙ではありましたから、ね、けどねやはり、今回は、その、明らかに、その、現存する法律に違反する犯罪っていうことで、やはり、以前のそうした問題とも、かなり、その、次元の違う、あの、異常さっていうのを有していると思いますから、やはり、この、立憲民主党は、この野党を率いて、この、ま、徹底的に抗戦して、もう、これでもう、審議、あの、ま、政治人に審査会にすら応じないんだったら、もう、絶対に審議拒否は、あの、するべきだと思いますし、予算案はもう、絶対に通してはいけないっていうふうに、あの、きちんともう、強く主張するべきだと、 思うんですけど、まあ、それで、その、もし、例えば、ま、維新とか国民民主とかも、ここ最近は、その裏、裏金問題に関しては、その、与党に批判的なこと言ってますけど、まあ、それで、その、審議拒否とか、あの、徹底抗戦とか、その、予算案を通さないっていうことに、あの、ま、それに、維新とか国民民主が乗らなければ、まあ、それはそれで、その、維新国民民主とか、そういう、その、かなり、ま、自民党の犯罪に対して、結局のところは手ぬるい政党であるっていうことが、ま、露呈するだけだと思いますから、まあ、そういう意味で、その、どれが、どの政党が真の野党であるのかっていうことを、ま、その、差別化するっていうか、きちんと、 国民に示すっていう点でも、やはり今回立憲はその徹底抗戦をするっていう道を選ぶべきだと思いますし、まあ、やはり今回に関してはね、その以前安倍政権時代とかにあの徹底抗戦した時とかは、なんかまああんまりそれがあの審議拒否した時とかですね、そうした時はあんまりまあ国民からの受けが良くなかったみたいな、そういうようなあのことがあって、<laughs> まあそれであの、 国民からの受けが良くなかったっていうか、まあ、ネットでかなり叩かれたっていうこともあってたかと思うんですけど、やはりそれで、あの、あんまりなんかその後、新拒否とかしなくなったっていうような感じもあるんですけど、やはり今回に限ってはね、まあそれはネトウヨは、まあ野党を罵倒したいだけのネトウヨは叩くでしょうけど、やはり国民は絶対にこの野党側に、その大多数の国民はね、あの、審議、あの、拒否する、きちんとその徹底抗戦する野党側につくに決まってますから、この裏金問題に関しては9割以上の国民が全くだ納得できていないっていうことを言ってるわけなんですから、まあそうした、その絶対にそういう、そのなんかネット ネットで変な風に叩かれるとかそういうようなことを恐れずにきちんとそのまあ、国民の声を代弁する形で徹底的に抗戦して、まあ、自民党のこの裏金議員の承認官房っていうものを求めて、まあ、それに応じないんだったらもう予算案も絶対に通さない、まあ、そうした気概を持って野党側には強く戦ってほしいなっていうふうに、まあ、改めて思った次第ではありますねこの動画は以上となります高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました。